久保さん、今回家にしましょうか。家。ね。あのー、久保さん、一軒家買いましたけど、家賃がないと。うん家賃がないっていいっすよね。<laughs> リスクもクソもないっすよね。僕はあの東京にいた時にね、やっぱすごく感じたのが、まあ、あの賃料がね、まあ、150万でした。はい。あの、事務所のね。 であとね、まあネットで稼げるようになるとみんなやっぱタワーマン、まあ久保さんもね、憧れたと思うんですけど、タワーマンに住みたいみたいなね、まあ、家賃80とかね、100万とか、100, あの100万超えの人もいたし、うん。でもね、まあ僕がちょっと疑問に思ってたのが、なんかその、まあ、まあいいんですよね。まあ人それぞれいいんですけども、僕が、僕が思ってたのが、まあそんだけ家賃払ってね、海外旅行いっぱい行ってるみたいなんで。<laughs> <laughs> もはいいないみたいなねなんか家賃払ってるっていうじゃ,じゃあ家ない方がいいんじゃないかなみたいなね <laughs> まあ家なき子ってありましたけど現代の家なき子って僕最強なんじゃないかなと思うんですよね家がなくても飯食っていけるっていう昔はやっぱあのなんだろうなあの家がないと無理だったんだけども今はあの家がない方がまたネタになったら面白いというかネットがあるので。 家がなくてもネットがあれば家がなくなりましたっつってねライブ配信してまあヘズマリュウ君っていう子がねなんかあの青白王子の家を出されてわざとホームレスやってますみたいなねわざとホームレスやってますみたいなでホームレスやりながらライブするみたいなそうだから今現代の家なき子プラスそのネットを絡ませると逆にすげえ稼げんじゃないかなと思いますけどね うん、だからなんか住所がいらなくなったなと思うんですよね。どこでもできるんで、まあ、久保さんも昔、海外ですか、海外から動画送ってくれましたけど、ど,どっか行ってましたよね、うん。別にどこでもネットあればできるんで、でもやってること変わんないんですよ。カメラに向かって喋ってるだけなんで <laughs>。 別にどこであろうが関係ないし、まあ実際僕が東京から鹿児島来るときに言われたのが、鹿児島行って大丈夫ですかって言われましたけど、本当に全く大丈夫でしたね。やること変わらないっていう。文章を書いたり動画を撮ったりどこでもできるんで <laughs>、東京にいようが、田舎にいようが、やること変わってないっていうね。うん。だからその、 自分が抱えられる、まあ久保さんの動画でね、最後ちょっと言ってましたけど、自分で抱えられるリスクっていうのを、やっぱ、己を知るというか、自分の稼ぎに対しての、まあ、アッパーというか、まあ、固定費ですよね。うん。ん。僕の場合は、あの、事務所のね、家賃を、まあ、僕も人間なんで思いますよ。もう、借金も返したし、あのー、ちょっと、 違うとこかあの大きいとこなんか一軒家借りようわなみたいな <laughs> 思ったりもするんだけどもうーんとどまりますね、はい、別にねカメラを変えればアングル変えられるしね久保さんも家の中で結局ね久保さんの家へ僕泊まりましたけどいつも撮ってるアングルってあんま変わんないじゃないですか僕も何アングル しかない,ないんですよ固定の、ねうん、まあたまにアングルこう変えていろいろありますけどでもまあ大体のある程度のポジショニングがあるのでそうまあ久保さんなんかねほとんど変わんないですよね景色ねあの掛け軸があるところで <laughs> まあ僕はちょっと変えたりしますけどでも変えるっつっても大したその絵面じゃないですけどうん。 だから、まあ、家,家なんか賃,賃貸と一軒家っていう論争があるんだけどもこれ逆を言うと逆を言うというかもう家なくていいんじゃねえっていう説っすよねもはや <laughs> 賃貸か家か持ち家かっていう論争を超えていやもう家なくていいんじゃないみたいな家 <laughs> なくても逆に面白いよみたいな家がなくて。 今日どこ泊まろうかなみたいなね。うん。そう。だからその、なんだろうな。あの。うん。やっぱね、たわまに住んだとしても、やっぱねあのその、遊びに行くはいいんですよ。でも、景色変わんないんで。だからね、まあ、憧れはあるけども、じゃあ実際住んでみたら、多分ね、慣れちゃいますよ。 うん、でも逆に言うと慣れるからそこが落ち着くっていうところのメリットも出てくるんですけどね慣れるから落ち着くと居心地がいいみたいなメリットもまた出てくるんですけど久保さんも今の家は慣れもう慣れたと思いますし逆にもう居心地がいいっていうようなメリットが出てきたとは思いますけどでも居心地がいいんだけどもなんか飽きて飽きるっていうところもあるだろうしだからまあ家事を変えるというよりかはじゃあ なんだキッチン新しくしようかなとか、風呂釜新しくしようかなとか、屋根新しくしようかなみたいな。なんかそうやってなんかカスタマイズしたりとかね、エアコンつけようかなとかね。うんまあ、ね人間飽きるんでね、飽きますよ。<laughs> 飽きる。飽きるんです。まあ、飽きないものもありますけどね、うん。飽きないものもあるし、あれなんですけど、大体いい飽きますね。 だから飽きないものって多分人生生きてきて多分飽きないものって1個か2個ぐらいじゃないですかずっと例えば小学校からずっと飽きないでやってるっていうどうですかね10年も20年も30年もずっとビックリマンチョコ集めてる人もいるじゃないですか僕はビックリマンチョコもう集めてないですけど小学校の時ビックリマンチョコ集めてましたけどね大人になってもねビックリマンチョコ好きでずっと集めてる人もいるだろうしで本当に飽きないものって多分ね1個ぐらいなんですよ だから一番いいのが飽きないものを飽き,飽きないするっていうねそう僕は情報ビジネス飽きないのでこれで飽きないしてた方がいいっていう <laughs> ま情報はね、あのー、いくらでもその情報発信っていうベースは変わらないんだけどもいくらでも発信する内容は変えられるのでだから飽きないんですよ、うん、だから飽きないビジネスは飽きないするといいと思いますね <laughs> うん変化できるっていう常にだ久保さんも多分ねあのずっとね山本太郎さんの動画だけをアップロードするとかねあの仮想通貨だけを一生ずっと仮想通貨の話しかしないっていうと飽きてくると思うんですよねさすがにでもなんかパン食ってみたりとかねなんか料理作ってみたりとかいろんなできるんじゃないですか無限にできるんで 情報発信がね、僕は一番飽きないと思いますけどね、僕はね。まあ人それぞれなんであれですけど。変えられるんで、いくらでも。発信する内容を。<laughs> でも家、家を買う、家をポンポン変えるとか難しいじゃないですか。うん、でも家がないと、そもそもね、買えるもクソも家がないから、どこでも行けるっていうね。そう。 だからまあそうは言っても、一個はあった方がいいかもしれないので、なんか安いとこなんか、まあ、住所はちょっとね、ないと、住民票とかもあるので <laughs>、住民票だけの、なんか、あのー、あればいいと思うんですよね。まあ人それぞれですから、まあいいんですけどね。はい、いってらっしゃい。